す来てくれたんだ約束の時間を1時間過ぎても待ち合わせ場所に来なかったから心配して来てくれたんだ優しい <laughs> 連絡つかなかった理由え連絡なんてくれた ああ、昨日動画見ながら寝落ちしたから充電ゼロだごめんねだからアラーム鳴らなかったのかこれは起きれなくても仕方ない約束の時間に行けなくても仕方ない <laughs> 早くベッドから出てデートの準備しろ 今からデートするの当たり前ってもう12時前だよ今からお昼食べに行っても混んでるって今日はデート中止にしない絶対にいいよ君にしては珍しく頑固だね いつもは私が可愛くお願いしたら大抵のことは聞いてくれるのに分かったおうちデートにしようデートも中止にならないし私も家から出ないでいいウィンウィンでしょそんなに大きなため息つかないでよ 待って、今なんて言った結婚結婚って言った君私との結婚考えてくれてるの話は最後まで聞けはいこのまま怠気切った私とは結婚できないじゃ,じゃあ私が真人間になれば 結婚してくれるっほんと本当今すぐ布団から出ますすぐに部屋片付けます化粧もしてデートの準備もしますどどうこれで私と結婚できそう今すぐには無理 そんなそのうち君からプロポーズしてくれるのならいいけど早めにお願いね話変わるけどデートどうするなんやかんやしてるうちにランチの時間じゃなくなっちゃったけど いいディナーのお店用意してくれてるんだじゃあその時間までうちでゆっくりしようかうねえこんな高級そうな店とは聞いてないんだけど私たち場違いすぎない 最低限のドレスコードは守ってるから大丈夫、うん、そうかもしれないけど全く落ち着かないんだけどうわ値段もすごいいつも2人でよく行く居酒屋とは大違いだねほ本当に君がご馳走してくれるの 私も少ないけどいくらかは出すよ今日だけはプライドが許さないのそうなんだなら悪いけどよろしくねおいしかったね さすが高級店だね。<laughs> お会計行こっか、うん。急に呼び止めてどうしたの結婚私と結婚あ結婚してくれるの <laughs> もちろん。 謹んでお受けいたします。これからもよろしく。で、新婚旅行はどこ行く結婚式はいつにする子供は何人欲しい私は最低3人欲しいんだけど、君はどう